指名手配されてるただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木信之です。今日のブログ解説をね、一つしたいと思います。ロシアは秩序破壊、新世界秩序を作ろうとしてるのは、まあ、どっちかというと中国、でもその中国は実は鈴木の見るところで今が最盛期で、衰退に向かい始めます。まだ衰退はしませんよ、もちろん。で、これはね、決してロシアは表明しないし認めたがらないでしょうけど、中国の属国化が始まります。それは経済的にもね、そうならざるを得ない。でもう一つ分かったことがある。本当この 2.24 ロシアのウクライナ侵攻というのはね、世界を一変させましたよ。世界を一変変えてしまった。でロシアは中国の属国、ね、でもう一つ米国は核を使えないというのが、もう一つ明らかになった。それはそうでしょう。プーチンに同化されてね、ロシアは使うと言ったんだから、でもアメリカは、ウクライナには事実上参戦してるんですよ。事実上参戦してるけど、若者の米国人の血を流さないということね。でこれは尖閣にも言えるよね。尖閣諸島は日本人の手で守らなきゃならないということですよ。日本人がやらなければ米軍は出てこない。沖縄の米兵に手出せやそれ出てくる。だけれども尖閣に関してはやっぱり日本が守るべきで、その分体制をね、憲法改正も含めて海軍力の強化も含めて自分でやることですよ。まあそういうことを今日書いてて、まあ現実にアジアは中国の影響下に入っています。これを 5G にしてもね、通信インフラ整備にしても中国がその影響下に置いてきます。でもその中国の人口減少が始まっている。もうすでに始まっている。で実際に生産労働人口は下がってるんですから。65歳以上の高齢者が 13.5% というね、現実があるわけですよ。でこういうことを考慮していくと、鈴木は中国は今が最盛期、もちろん今こう上がってるんですよ、右肩上がりに上がってる。でもいずれどこかで下りが始まる、下りの始まりがあるということですね。ただこれはアメリカもイギリスもそして中国も分かってることでしょう。日本のようにね、平成の頭で、あ、これが人口減少始まるな、分かっていて、バブル崩壊したけれども、これから国力が弱っていくな、分かっていて、そのまま天下りどこにしようかとか、そんなことを考えているようなバカな指導者ばかりじゃないということで、したらここまでに中国はここに来るまでにやることをやらなきゃいけないわけですよ。何をやる？台湾、フィリピン、尖閣、ここまでに。そのためにはロシアを支持して、だって世界中にロシアを支持する国は多いよ、ね、日本のメディアだけ見てると分かんないけど、国連決議見てくださいよ、多いよ。それは各国とも自分の都合を考えてるんだ。インドの首相来ました、日本に来ました、ロシアに対してね、制裁しません、それはそうだよ、ロシア製の武器使って対中国が最大の問題だから、日本と同じなんで、だからロシアを敵にしないような戦略を立ててるわけだよね。日本とインドは同じ歩調を取る必要はないけど、参考にすべきなんだ。じゃあこのここにめがけてね、米国も中国もそして日本の周辺各国も中国に対する備えをしていく。それはそうでしょう、大国だもん、軍事大国だもん。鈴木ブログでそういうことを書きました。これは、台湾はファイティングポーズ取ってるけど日本は取れんのかと、フィリピンは取れないよ。
でも間違いなくロシアは中国を、中国はロシアを支援してアメリカとの金融覇権争いに勝利しようとするわけですね。そうじゃないとここに間に合わなくなるから、それまでにアメリカを打ち破らなきゃいけないから。核兵器で言えばね、それは世界最大の核兵器保有国はロシアですよ。そして次いで米国、そしてそれに、挑戦しようとしているのは中国で、今300ぐらいしかないっつっても3倍以上に増えてきますからね。中国はどん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 核兵器を作って、今の経済力を使って核兵器を増やして、中ロの核にアメリカは対抗できない。なぜかというとアメリカ一国で全世界見なきゃいけないからですよ。そして民主主義国だから、やはり世論を気にする。ロシアは中国は関係ない。どこに核兵器落ちたって関係ないわけだ。まあどこにっつこともないけどね。上海火の海になったら中国経済崩壊しちゃうから。まあそこが本来のウィークポイント。まあその話はいいとしてね。でもこういうことを考えるとさ、日本は何をしなきゃいけないのか、これからね。で鈴木もそれをいくつか挙げてます。中国の人口侵略に最大限の警戒をする。それから、ロシアを見てて分かるようにね、西欧諸国はロシアの天然ガスとかがなければ困るから、ロシアに対して気兼ねをして、でこういう日本にとっては中国依存を早く排除することですよ。中国に頼らないね。で、その体制を日本はしっかり作っていく。できればロシアのように鎖国してもへっちゃらだよっていうような国を作るべきだけど、なかなか日本の場合はそれ難しい。だから海洋諸国と連携してエネルギーの確保に努めるということです。でもさ、そのロシアもさ、いつまでも中国の下についてるのは良しとしないからね。じゃあどうなっていくのか。鈴木はね、ここに来るのにあと10年ぐらいと読んでます。で、ここまでの間に中国も勝負をかけてくるし、米国もここを考えてるでしょう。だから日本も待つ、10年待つ、10年耐える体制作りをしていく。で必ず東南アジアで 5G、 それから東南アジアで通信インフラ整備、中国が席巻していったとしても、アジアが中国の影響下に入ったとしても、必ずここの結節点でね、ここで中国の生産労働人口減少がもう始まってるわけですから、中国の国力の衰退が始まる。緩やかに始まっていく。どのぐらいの角度になるかわからないけど始まる。その影響記録は残っていく。でもここが鈴木は10年と思ってます。中国の覇権はそんなに長くは続かない。でそうするとね、最終的にどうなるか。アメリカはね、やっぱりまだまだイノベーション、技術革新を続けてる国ですよ。いや、どこに投資するっつったら誰もアメリカに投資するでしょ。中国に自分の財産を投資するんですかね。そう考えた時に、今や例えば名目 GDP にしても中国やがてアメリカと交差してきますよ。でももう一度アメリカが浮上すると考えればね、あの米ソの東西冷戦では日本はアメリカについて勝利者になったんですね。で次のこの新冷戦でも勝利者になるんですよ。勝利者になるのは中国かアメリカか、それはアメリカなんです。中国には技術革新、そして世界をまだまだ牽引するそんな力はない。そうすると必ず金融ルールを作っているのは米英ですから、金融の覇権戦争を仕掛けたとしても中ロで組んでもね、必ず負けます。だから日本は海洋国家同士英米についてもう一度冷戦の勝利者になるんですよ。
ただあまりにもね、日本政府がデタラメで外国に言われるがまですよ、ままにお金ばらまいてね、それこそアメリカの手足になっている今の現状はよろしくない。中国の属国になるのもロシアの、ね、ウクライナロシアの属国になったら奴隷どころじゃ済まないからね、日本も中国の属国になったら奴隷以下の扱いになってきますよ。だけれどもそうならないだけの日本には、力も可能性もあるわけですから、ここを目指して、この地点を目指して日本は、準備をしていく。必ず日本は生き残っていけますから。今の政府では心もとない、アメリカの言われるまま、アメリカに言われるままね、金をばらまいて、こんなことをして、で日本国民からは税金をあっちからこっちから取り、ガッポガッポとね、ガッポガッポってある学校経営者のことを言ったら訴えられちゃったんです、実を言うと。だけどガッポガッポ取って海外にばらまいてるような今のやり方をしてたら、ここに来た時日本の国力弱っちゃいますからね。鈴木が今日ブログで書いたことは、およそこういうことです。このね時に、この時にめがけて頑張ろうよ。目標が、本当はこういうことはね、首相が言わなきゃいけないんだよ。首相が目標を定めてね、ここまで、頑張れと、ね、だから、税金払ってくれとかね、だから消費税我慢してくれとかね、我慢したくないけど、そういう目標があればいいんだ。目標もやる目的がないままにやる。いや、例えば家を建て替えるのにさ、建て替える家が設計もできてないけど、とりあえず家ぶっ壊しましょうっていうようなもんだよ。家ぶっ壊した後に建て替え方、新しい建物を考えるのか、そうじゃない、新しいものを作るからぶっ壊しましょうなわけでしょ、ね、今ロシアが秩序破壊に挑んで、いやロシアじゃない、中国が秩序破壊にを挑んでるわけだけど、だけどその中国の示すプランにはとても乗れないっていうことを鈴木は訴えさせていただきます。